明日から母さんが来るから。え、しばらく泊まるってこと？違うよ、母さんと一緒に暮らすんだよ。これからは同居だ。昨日の夜話し合って決まったんだ。そんな重要なことなんで勝手に決めちゃうわけ？部屋はどうするのよ。一つは寝室に使ってて、一つは子供部屋にする予定で、もう一つは私の仕事部屋になってるわよ。部屋がないじゃない。そんなのお前の仕事部屋を開けるに決まってるだろ。お前の部屋明日までに明け渡せるように片付けとけよ。家賃15万も払ってる俺の命令だ。夫は自分が家賃を払っているからと無理やり姑との同居を決めてしまった。こんな夫と夫婦生活がうまくいくわけがなく、私たちは離婚することになる。ただ離婚するだけならそれはそれでいいのだが、夫は私を家から追い出した。この家はもともと私の実家だったはずなのに、許せない。私は父に電話をして元夫を懲らしめることにした。私の実家に元夫が住み続けるということで、賃貸契約の準備をし元夫を訪ねた。おい、これ間違ってるぞ。家賃が150万になってる。え？家賃は150万よ。それで間違いないわ。高い家賃をふっかけて俺たちを追い出す作戦だろ。でもこれは明らかに相場から逸脱してる。こんな契約書は無効だ。余計なことしないで素直にちゃんとした契約書を作って持ってこい。元夫は私の作戦を見破ったと思って勝ち誇ったかのような顔をしている。しかし残念だが、その書類はちゃんとしたものだ。私は亜美、31歳でアパレルショップを経営している。経営者というと金持ちを想像されることが多いのだが、そんなことはない。私のお店は小さなもので、町の端にちょこんとあり、多くの人が訪れるというよりは近所に住む常連さんたちのおかげで成り立っているものだ。そのため店内はすごくアットホームで、生まれたばかりである娘のレーナを連れて行っても誰も迷惑に思わない。それどころかスタッフは娘の面倒を見る役を取り合ったり、娘を目当てに来るお客さんもいたりなど、すっかりお店のアイドルとなっている。私は今の温かい空気に包まれたお店が好きなので、売り上げを伸ばして店舗の規模を大きくしようとは思っておらず、すでに満足気味だ。そんな優秀をした私とは対照的に、夫の豊かはがっつりと結果にこだわるタイプだ。対照的な性格をしていて、よく夫婦生活が成り立つと周りから言われるが、逆に対照的だからこそ夫婦生活は意外とうまくいっている。おい、昼から出かける約束だろ。テレビ見ながら洗濯物畳んでるけど、そんなのんびりしてて大丈夫なのか？他にもやることあるんだろ。出かける時間に間に合うのか？もう相変わらずせっかちね。別に仕事じゃなくて夫婦で出かけるだけなんだから、少しくらい家を出る時間がずれても問題ないでしょ。お前の方も相変わらずののんびり屋だな。あとすることは何が残ってるんだ？じゃあレーナのお出かけグッズをいつものカバンに詰めてくれる？しょうがないな。夫はブツブツ言いながら娘用のカバンを取りに行き、私は夫の背中を見てしっしっと笑う。結果重視の夫は家では効率中だ。そのため私がマイペースに作業をしていると業を煮やして、夫は私の手伝いを始める。夫は手の遅い私を手伝ってるつもりなのだろうが、実際は私が夫のことをコントロールしているのだ。夫が結果重視の効率中なのはシステムエンジニアをしていることが関係しているのだと思う。常に結果を意識し、細かいミスも許さないことが癖ついているのだろう。おそらく夫婦生活をする上では問題ないが、きっと一緒に仕事はできないと思う。一緒に仕事をするなら私よりも父の正人の方が相性は絶対にいい。父は若い頃からずっと車や一筋で仕事をしていて、都会のほぼ真ん中にちょっとしたビルを持っていた。そのため結婚の挨拶に行った時、
二人は結婚の話そっちのけで仕事の話をした。3年前のことなのだが、私はその時のことを今でも鮮明に覚えている。お父さん、豊さんを連れてきたよ。おう、ちょっと待ってくれ。家に行くと父は油まみれで車の整備をしていた。夫は初めて訪れた私の実家をキョロキョロと見渡している。実家は父の車屋兼住宅だ。少し広めの敷地には販売用の車が並んでいて、その敷地に2階建ての建物がある。1階は事務所と簡単な整備場になっていて、2階が居住スペースだ。家の方にお母さんがいるから先に上がってましょ。おい、だからちょっと待てって、今終わるから。父は真っ黒のタオルで手を拭きながら整備場の入り口に立つ私の方へと向かってきた。一人だけ遅れて家に入るのが嫌だったのだろう。家の入り口は建物の裏側にあるので、私たちはひとまず建物の外に出る。外に出ると並んでいる販売用の車が再び目に入る。すごいですね。都会の真ん中にこんな立派な車屋さんをされてるなんて。聞けば土地も建物も購入されたものなんですよね。いやー、すごい。さぞ苦労と努力をされたのでしょうね。いやいや、車が好きで仕事してたらたまたまこうなっただけだよ。土地も建物も昔に買ったものだから今ほど高くなかったしな。いや、それでもすごいですよ。今と昔で変わったことはありますか？そうだな、最近ちょこちょこと観賞用の車が売れるな。古くてデザインがいい車を眺めたくなる気持ちはわかるけど、眺めるだけのために壊れて動かない車を高い値段で買うなんて、俺の若い時には考えられなかったよ。ニーズの変化ですね。法律とかの影響はありましたか？最近だと積載制限が変わってな、細かいルールをちょこちょこ変えられてるから、その都度大変だよ。じゃあ、夫はシステムエンジニアの悪い癖が出てしまったようで、父に質問攻めを始めてしまった。しかし、父は悪い気がしていないようで、まるで顧客を相手にするかのように、夫の質問に答えている。父も父で、仕事モードのスイッチが軽く入ってしまったようだ。私も母も車には詳しくないので、これだけ興味を持ってもらえたことが嬉しいのだろう。こうなると二人が止まらなくなることを私はよく知っている。話に夢中になる二人を置いて、私は建物の裏にある階段を上り、一人で家に入る。母に事情を話し、窓から二人の様子を覗く。何やら真剣な顔で話している夫と父を見て、私と母は二人で一緒に呆れた。ちなみに私たちが今住んでいるのは、その父が車屋をしていた2階部分の居住スペースである。最近父は60歳になったことをきっかけに車屋を畳み、田舎に家を買って引っ越した。都会の真ん中で40年近く仕事一筋の生活をしてきたので、これからは母と田舎でのんびり暮らすつもりのようだ。車屋で成功しているので父には十分なお金があり、ちょっとしたアーリーリタイアといったところだろう。父が車屋を辞めて引っ越すということで実家が空くこととなった。その時父が私たちに実家に住むことを提案してくれた。お父さんがあの家使わないかって言ってくれてるんだけど。え、売却したり貸し出したりしないの？お父さんは家をどうのこうのするのを面倒くさがってるみたい。売却するなら建物が古いから取り交わさないといけないし、貸し出すといろいろと管理しなくちゃいけないでしょ。だから私たちが使うなら使えばいいって。それってお前があの家と土地をもらうってことか？贈与も手続きが面倒みたいで、ほとんど口約束みたいなものね。40年も仕事で突っ走ってきたから、もう面倒なことはできるだけしたくないみたい。そうか。もしかしたら今お前に家を渡すと生前整理みたいになっちゃうから、気を使わせないように貸すってことにしたのかもしれないよな。それで家賃はいくらなんだ？え、家賃？15万かな。そこそこな額だな。でもあの立地で
居住スペースも 3LDK はあったよな。それなら15万は妥当か。気持ち安いくらいか。お父さんの恋だし、俺たちの職場は近くなるし、レーナも生まれたし、思い切って引っ越すか。家賃が15万と聞いて夫は少し悩んだようだが、実家への引っ越しを決めてくれた。夫は結果を重視する性格であることから、プライドの高さがオプションとしてついている。そのため、条件のいい実家に住むとなれば、私の両親に甘えているように思って、夫が引っ越しを嫌がるのではと心配していた私は、ほっと胸をなで下ろす。ただ夫は一つだけ条件を突きつけてきた。引っ越しはするけど、その家賃15万は俺が払うから。え、そう？別にいいけど。夫は両親に甘えるだけとなる状況が許せなかったようだ。家に関するお金は財布が同じなのに、家賃は自分が払うと言ってきた。プライドとは面倒なものである。こうして私たちは都会の真ん中に住むことになり、生活はかなり便利になった。これからはずっと快適な生活が続くのだろう。そうだが、実家に住み始めると、あることが私の中で問題となってきていた。引っ越しを終え、しばらくすると義母の直子さんがよく泊まりに来るようになった。息子夫婦が引っ越したとなれば、新しい家が気になるのは当然だろうと思って姑を迎え入れている。しかし、その頻度があまりにも多く、毎週のように家に来るため、私はさりげなく確認することにした。最近毎週のように来られて、一人でお出かけされてますよね。今度は私たちと一緒にどこかへ出かけませんか？そんな気を使わなくて大丈夫よ。私は演劇を見に行きたいから、二人に付き合ってもらうのも悪いでしょ。姑は私に少し気を使ってほしい。いくら姑とはいえ、こう毎週泊まりに来られると私の気が休まらない。しかも姑は大衆演劇の役者に推しがいるらしく、劇場が近いことから家をホテル代代わりに使っているようだ。ほんと、何も気を使わないでね。姑はお風呂上がりに冷蔵庫にあった私のプリンを勝手に食べている。本当に少しでいいから気を使ってほしい。夫がどんな生活をしているのか気になる。孫に会いたいなどの理由であればまだ納得できる。しかし、演劇の推しに会うためにうちに来ているとなれば、あまり納得はしたくない。そのため、私は夫に姑のことを相談したのだが。家事や洗濯を手伝ってもらうこともあるんだろう。仕事と育児で手が回らないお前のフォローをしてくれてるんじゃないか。その合間に演劇を見に行くことに何が問題あるんだ？確かにお母さんが手伝ってくれるのはありがたいんだけど、あんまり頻繁に家に来られると疲れるっていうか、なんというか。助けてもらってるのに疲れる？意味のわかんないこと言うなよ。母さんに文句をつけるなら、家事も育児も仕事も完璧にできて、まずは自分が誰にも文句言われないようにするんだな。私が的外れなことを言っていると思っている夫は、私の方を見ず、スマホの画面に目を落としながら会話を進める。夫は自分の要求を通したいなら、まず自分が結果を出せと言いたいのだろう。仕事であればその答えは正解だと思う。しかし、これは家族関係のことであり、そのルールは当てはまらないと思う。夫が味方になってくれることは期待できないようだ。ただこれでお手上げというわけではない。私には強力な助っ人がいる。それからしばらくすると、姑はぱったりと家に来なくなった。最近母さんが来なくなったの、なんでだろう。そうね、どうしてかしらね。私はにこやかな表情で夫の質問で返す。姑がうちに来なくなったのは、義父に注意されたからである。義父は優しい人なので、私は電話で事情を説明して助けを求めた。夫は姑が来なくなった理由を知らないようなので、
私がギフにチクったことは隠してくれているようだ。これなら私と夫の仲が悪くなることもないだろう。ギフには感謝である。そんな些細な出来事から半年後、ギフは仕事中の事故で他界してしまった。夫と結婚してから3年間、夫や姑のことで悩んだ時はよく助けてもらったものだ。ギフはまだ60過ぎだったため、その恩はこれから何倍にもして返すつもりだったのに。私は葬儀で悲しみと後悔に押しつぶされそうになりながら、義父に手を合わせる。葬儀が終わると、私と娘は一足先に帰宅し、夫は義実家に一泊してから帰ることとなった。翌日の夜、夫は帰宅すると、まだ悲しみが癒えていない私に、信じられない言葉を投げつけてきた。明日から母さんが来るから。もう家の方は大丈夫なの？片付けとかはおいおいやっていくそうだ。だからしばらくはこっちから実家に通うことになる。え、通う？どういうこと？お母さんは一泊とかじゃなくてしばらく泊まるってこと？違うよ、母さんと一緒に暮らすんだよ。これから同居だ。昨日の夜に話し合って決めたんだ。私は夫の言葉に頭がクラクラしてきた。これまではプライドの高くて自分の意見を曲げない夫に反論や拒否をすれば衝突すると思って避けてきた。そのため私はマイペースに行動しながら夫の考えや行動を誘導したりなどの方法を使ってきた。しかし明日から姑との同居が始まってしまうとなれば、衝突を避けたり考えや行動を誘導している暇はない。何それ、そんな重要なことなんで勝手に決めちゃうわけ？しかも一晩で私に相談とかないわけ？母さんを一人にしておけっていうのか？お母さんはまだ60歳でしょ。まだ元気だし同居は早いんじゃないかなって思って。どうせ同居するなら早い方がいいだろ。家事も育児もとろいお前は助かるんじゃないのか？また夫の悪い部分が出ている。確かに姑がいれば家のことは手伝ってくれるだろう。しかし私の気持ちはどうなるのだろうか。夫は家事などの目に見えて分かりやすい結果だけを想像し、私の感情という目に見えない抽象的なものへの想像は破棄してしまっているようだ。なら夫を説得するには目に見えて分かりやすい問題点を提示しないといけないだろう。部屋はどうするのよ。一つは寝室に使ってて、一つはレイナの子供部屋にする予定で、もう一つは私の仕事部屋になってるわよ。部屋がないじゃない。そんなのお前の仕事部屋を開けるに決まってるだろ。お前の部屋明日までに明け渡せるように片付けとけよ。家賃15万も払ってる俺の命令だ。まだまだ話は途中なのに、夫はスタッサとお風呂へと向かっていった。必死の抵抗は何の意味もなかったようだ。私は自分の仕事部屋に向かい、ひとまず姑が明日寝られるように片付けることにした。翌日、姑は大きなスーツケースを引きずって家にやってきた。いつもはカバン一つだから大したことないけど、やっぱり荷物が多いとここまで来るのは大変ね。夫は仕事なので私が一人で姑を玄関で出迎える。スーツケースが本当に大変だったのだろう。姑はじんわりと額に汗をにじませ疲れた表情をしている。ただ悲しさはみじんも感じられず、とても数日前に義父の葬式をしたとは思えない表情だ。なあに？まだ全然片付けてないじゃない。すみません、昨日の晩に言われたものでおいおい片付けますんで。早くしてちょうだいよ。それからサスキ疲れたって言ったんだから、お茶くらい言われなくても出しなさいよ。気が利かないわね。ああ、すみません。すぐに出しますので。これは、前途多難である。こんなことが毎日続くのだと思うと、私も体が急に重くなったように感じた。ただ、これはまだまだ始まりに過ぎない。その夜、夫が帰宅し、3人で晩ご飯を食べていると、
シュートメは私への攻撃を本格的に始めた。この家に来るのは半年ぶりね。まさかこんな形で来ることになるなんて。そういえばなんで急に来なくなったんだ。お父さんに注意されたのよ。あんまり頻繁に豊かのところに行くな。アミさんが気を使うだろって。父さんらしいな。俺たちに気を使う必要なんてないのに。そうね。でもこれはお父さんが気を使ったんじゃなくて、アミさんがお父さんに頼んだらしいのよ。私がこの家に来たら迷惑だから注意してほしいって。え？急にトゲのある言葉が飛んできて、私は箸でおかずをつかんだまま固まってしまった。シュートメの言う通り、義父に助けは求めた。しかしそんな嫌な言い方はもちろんしていない。ただ頻度を落としてもらえると助かると言っただけなのに、シュートメは自分が被害者となるように誇張してきた。お前そんなこと言ったのか。ごめんなさいね。アミさんがそんなに迷惑に思ってたなんて。これからはずっと一緒だけど大丈夫かしら。え、あ、はい。シュートメの顔は笑っているが、目は明らかに怒っている。義父にチクられたことを怒っているようだ。またその目は今度同じようなことをしたら許さないと言っている。私に服従しろと圧をかけているのだろう。そんな圧をかけなくてもこの状況で迷惑ですと言えるわけがないので、安心していればいいのに。お前そんなこと言ったのか。いや、そんな言い方はしてないんだけど。そうなの？お父さんはそう言ってたって言ってたのよ。お父さんがわざわざ持ったって言いたいの？それとも私が嘘をついてると言いたいのかしら。いや、そういうわけでは。じゃあ言ったんだな。あげてこそこそと卑怯なやつだな。これから一緒に暮らすんだからちゃんと母さんに謝れ。すみませんでした。ごめんよ母さん。これからは俺が目を光らせておくから。すっかり私が悪者の空気となってしまったので、流れで謝った。これで2対1の構図が出来上がり、私は家の中で孤立することになったわけだ。思い通りの展開だったのか、姑を見るとさっきよりも箸の進みが早い。さぞご飯が美味しいことだろう。翌日から姑の分かりやすい嫁いびりが始まった。朝から私と夫のお弁当を作ったのだが、私の方の弁当だけゴミ袋に捨てられていた。また帰宅すると姑は晩ご飯を作ってくれているのだが、そこに私の分はない。もちろん夫は姑のやっていることに気がついている。しかし完全に姑の味方である夫は、目で私が悪いと言ってくる。これは助けを期待できそうにない。もう義父に助けを求めることもできないので、私はお手上げ状態となり、そのまま1週間が経ってしまった。うちでいびり続けられたことで私はグロッキー状態となっている。嫁いびりも何年も何十年も耐える人もいるようだが、私にはそれほどの忍耐力はないようだ。自分の限界が見え始めた頃、不本意ながら姑に頼み事をしないといけない状況になった。お母さん、すみません、今日は娘の面倒を見ていただけないでしょうか。どうして？いつもお店に連れて行くじゃない。今日は仕事で交流イベントに参加しないといけないんです。さすがに連れて行けなくて。え？あの子、あなたがいなくなるとすぐに泣くから嫌なんだけど。すみません、そこをなんとか。まったく仕方ないね。本当に面倒ばっかりかける嫁だよ。あんたは。すみません。私は下げたくもない頭を何度も下げた。朝から嫌な思いをしたが仕方ないと割り切ることにする。姑に娘を任せるのは正直心配である。しかし姑も赤ちゃんにひどいことはしないだろう。私はなるべく早く帰ることを姑に伝え、家を出た。その夜
私は小走りで帰り道を急いでいた。何もないとは思うが、早く帰って娘の無事を確認するに越したことはないだろう。すみません、今帰りました。リビングで姑に声をかけると、姑はテレビを見て私に背中を向けたまま、右手を軽く一回上げると、そのままテレビを見続けた。いいところだから話しかけるなということだろう。私は娘を探してリビングを見渡す。しかし娘はいない。ベビーベッドで寝かせているのかと思って寝室へと向かう。しかしここにも娘がいない。残りの二部屋のどっちかで寝かせているのか、そう思って寝室を出ると、さっきは帰宅を急いで焦っていたり、姑の見ているテレビの音で気がつかなかったが、かすかに赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。耳を澄ませて集中すると、その泣き声は足の下から聞こえる気がする。そんなはずはないと私は頭を横に振る。1階の店舗スペースは父が車屋を辞めてスケルトン状態だ。私のアパレルショップ2号店に使おうと考えたこともあるが、広すぎて改装費用がかかりすぎるため断念し、今はお店のものや家のものを置く贅沢な倉庫となっている。そんなところに娘がいるはずがないと分かっているが、念のために外に出て1階に向かう。外に出ると泣き声がはっきりと聞こえたので、私は1階へと急ぐ。私が慌てて父の事務所だった場所に行くと、そこにはコンクリートの床の上に毛布だけ敷かれ、その上に娘が寝かされていた。ねえな！私は娘を抱きかかえると、体に異常がないか確認した。どこも怪我などしてないことを確認すると、今度は急いで家に戻る。何考えてるんですか！娘をあんなところに置き去りにして！うるさいわね。今の季節なら数時間くらい放っておいても大丈夫よ。大丈夫なわけないじゃないですか。どうしてこんなことしたんですか。その子、ギャーギャーうるさいのよ。テレビの音が聞こえなかったから下に行ってもらったのよ。そんな理由で娘を置き去りにしたんですか。何を大きな声を出してるんだ。外まで丸聞こえだぞ。いいタイミングで夫が帰ってきてくれた。夫は姑の味方だが、さすがに娘がこんな目に遭わされたとなれば、私の味方になってくれるはずだ。ああ、うるさいもんな。俺も夜泣きがひどい時は下に置いてこようかって何回か思ったよ。考えることが同じとは、やっぱり親子なんだな。どうやらこの親子はまともではないようだ。もう一秒も一緒にはいられない。あなたたちの考えは理解できない。出て行って。どうしたんだよ、ちょっと落ち着けって。なんで俺たちが出ていかないといけないんだよ。ここは私の実家なんだから、あなたたちが出ていくのが当然でしょ。確かに、あなたに集めたくしたし、レーナは1階に連れて行ったけど、家を追い出されるほどのこと？アミさんにも悪いところはあったでしょ。それを全部私たちが悪いみたいに言って。そうだよ。それにここはお前の実家かもしれないけど、家賃を払ってるのは俺だろ。最初に言ったよな。なら、今ここは俺の家なんじゃないか。出ていくのはお前の方ってことだよな。この親子とは会話するだけ無駄なようだ。私の感情は怒りを通り越して呆れに変わった。わかりました、私が出ていきます。それからもう離婚してください。ああ、わかった。お前は母さんを大事にしてないし、こんなにヒステリーなやつだったなんて知らなかったよ。お前とは離婚だ。じゃあお父さんにここのちゃんとした賃貸契約の準備をしてもらうわ。そうしてくれ。都会の真ん中に広い敷地と一階に贅沢な倉庫、最初はちょっと高いと思ったけど、これで15万なら全然いいからな。このまま住めるなら助かるよ。本当にここは便利でいいわよね。劇場も近いし。二人はこの家に住み続けられることに喜んでいる。信じられないが、離婚のことはあまり重要と思っていないようだ。私はこんな夫との結婚生活に3年も使ったと思うと腹が立ってきた。また
娘を放置した姑は許せない。それを悪いと思わない夫も同罪である。私は荷物をまとめ、娘と一緒に家を出た。私が家を出るのはおかしいことだが、この方が夫のプライドをズタズタにできると思う。姑も一緒に後悔するといい。私は家を出るとすぐに父に電話をかけ、事情を説明した。豊君がそんなこと。多分引っ越して直子さんが来るようになってから直子さんに悪影響を受けたんじゃないかしら。それでどうするつもりだ。豊と賃貸契約を結んでほしいの。ああ、なるほど。そういう手で行くか。それなら出て行かないと仕方なくなるな。全てを説明する前に父は私の作戦を理解してくれた。私と父の思考は似ているのだろう。やっぱり私たちは親子である。1ヶ月後、私は夫と離婚し、マンスリーマンションで娘と生活していた。離婚が成立したので、そろそろ父の作ってくれた書類を夫と姑のところに持っていくことにした。ああ、来たな。契約書を持ってきたな。久しぶりね。さ、上がってちょうだい。私は元夫と元姑の案内で実家の玄関を上がる。なんとも変な感覚だ。1ヶ月ぶりに実家に入ると、家具の配置が変わっていた。なかった小物があったりもする。2人はこの家での生活を満喫しているようだ。私はリビングのソファーに座ると、早速父が作ってくれた書類をテーブルの上に置く。元夫はその書類を手に取って目を通し始める。そしてすぐに間違いを指摘してきた。おい、これ間違ってると。家賃が150万になってる。あら、ほんと、こんなミスするなんて。え、家賃は150万よ。それで間違いないわ。変な冗談やめろよ。家賃は15万だろ。高い家賃を吹っかけて俺たちを追い出す作戦だろ。でもこれは明らかに相場から逸脱してる。こんな契約書は無効だ。余計なことしないで、素直にちゃんとした契約書を作って持ってこい。元夫は私の作戦を見破ったと思って、勝ち誇ったかのような顔をしている。しかし残念だが、その書類にミスはないし、素直にちゃんと作ったものだ。間違ってなんかないわよ。この建物丸ごとと、この広い敷地、それに1階は住宅じゃなくてテナントよ。テナントの賃料は住宅の賃料よりも高いのが一般的だから、全部借りたら150万円になるの。これはここらの相場よ。は？ふざけるな。俺たちが借りるのは上の居住スペースだけだ。1階には少し物を置いてるけど、すぐにどかすよ。それは無理ね。お父さんはここを貸す場合は全部丸ごとじゃないと契約しないって言ってるの。それはそうよね。上に見ず知らずの人たちが住んでたら、1階のテナントは借りにくくなっちゃうもんね。今まで私たちがこの家を使えてたのは、私とお父さんの関係があったからこそよ。離婚して他人になったんだから、そういうわがままは通用しないわ。これからはちゃんと相場の値段は払ってもらわないとね。今まで15万円だったんでしょ。違いますよ。今までは家賃0円です。ここは私が父から好きに使っていいと言われて、タダで使わせてもらってたんです。無償で物を借りてるから、使用賃約ってやつですかね。まあ固定資産税はかかるから、年に100万くらいはお父さんに渡すつもりでしたけどね。あえて言うなら、年100万円が家賃になるのかしら。家賃0円そんなはずないだろ。家賃は15万って。ああ、あれは嘘よ。あなた無駄にプライド高いでしょ。だからここをタダで借りてるって言ったら傷つくと思って、家賃があることにしたのよ。勘違いしないでね。お金をちょろまかしたわけじゃないわよ。家賃の15万円は貯金に回してたの。私も一緒に月15万円出して、毎月30万円ずつ貯めてたの。そんなにお金を貯めて何に使うつもりだったんだ。この家の居住スペースは 3LDK で、
ここらでは4000万くらいが相場らしいわ。だから10年くらいかけて毎月30万円ずつ貯めて、この家を買えるくらいの金額になったらお父さんに渡すつもりだったの。そしたらちゃんと家を買ったっていうことになるから、ここに住めてるのはお父さんの好意のおかげってあなたは思わなくてもよくなるでしょ。そんな話聞いてないぞ。私がそんなことしてるって知ったら、タダで借りてるってことがあんたにバレて勝手に傷つくでしょうが。だからお金がある程度貯まってからタイミングを見てあなたに本当のことを伝えて、貯まったお金をお父さんに渡すかどうか相談するつもりだったのよ。昔はプライドがあるのは筋が一本通っててかっこいいと思ったけど、ここまでプライドをこじらせると面倒としか思えないわ。この家に住み始めて今は半年ちょっと、10ヶ月くらい。今まで毎月貯めてたお金はどうしたの？300万はあるはずよね。心配しないでください。私はやましいことは一切してません。貯めたお金は財産分与に含めてありますよ。離婚の財産分与では家賃といって貯めていたお金が300万円と、別で夫婦として貯蓄が200万円の計500万円を折半した。そのため元夫が受け取ったお金は250万円だ。結婚前からの貯蓄はそれほど多くはなかったはずである。また元夫はシステムエンジニアをしていて、そこそこに給料はいいが、それは数十万円の話だ。これでは契約を結んでも2ヶ月か3ヶ月で出ていかなくてはいけなくなる。元夫は成功法で自分たちが追い出される状況に追い詰められているとわかると、手に持っていた書類をはらりと床に落としてしまった。ねえ、これって私たちがここを出ていかないといけないってこと？そういうことなの？私実家を売ったわ。お父さんのお金もある700万くらいならなんとかなるけど、それでどうにかならない？700万円とは立派なお金だ。だが月150万円の支払いの前では瞬時に溶けるだけである。元姑は力の抜けた元夫の体をゆすっている。都会の真ん中という高立地から出ていかないといけないことを信じたくないようだ。しかしどれだけ元夫に助けを求めたところで、この家から出ていかないといけない状況は変わらない。もしこの状況を変えたいのであれば、助けを求める相手が間違っている。ねえ、アミさん、なんとかして、どうにかして、居住スペースだけの賃貸で、月15万円にしてもらえないかしら。お願いします。元姑は頭を下げてきたが、今までの私と娘への仕打ちを考えると、そんなことをされてももう遅い。ダメです。借りるなら、建物も敷地も丸ごとです。それ以外は受け付けません。今ここで契約をしないのであれば、月末までに出て行ってください。月末って、あと2週間くらいしかないじゃない。2ヶ月か3ヶ月くらい待ってくれてもいいでしょ。ほら、こっちも引っ越し先を探さないといけないしさ。自分の言ってることを理解できてますか？家賃が150万円の家に2ヶ月か3ヶ月くらい住まわせてっていうのは、300万円、450万円をくださいって言ってるのと同じですよ。ぐうの音も出なかった元姑も、元夫と同様に体の力が抜けてしまったようで、今まで前のめりで会話をしていたのに、ドスッとソファーの背もたれにもたれかかってしまった。もし月末までに出ていかなかったら、付帯居罪か住居侵入罪か不法占拠か、何になるのか分かりませんけど、通報させてもらいますからね。私は元夫が床に落とした契約書を拾うと、魂の抜けた元夫と元姑を置いて家を出た。月末になると元夫と元姑は家から出て行った。元姑が引っ越してくるときに義実家を売ってしまったため、今二人はベッドタウンに引っ越したらしい。二人は都会から離れて生活するようになったわけだが、元夫は仕事をしているし、元姑も貯金が700万円もあると言っていた。生活自体に痛手はないだろう。しかし
プライドの高い元夫のことだ。私と父にしてやられ、都会の真ん中から追い出されたことに、プライドはズタズタになったはずだ。元夫はシステムエンジニアで賢いのかもしれないが、事業者のずる賢さにはかなわなかったということだ。元姑は都会の真ん中に住めると思って義実家を売ってしまった。元姑にとっては義実家と大衆演劇では、大衆演劇の方が価値があったということだろうか。大衆演劇はいいものなのだろうが、元姑は後でバカなことをしたと後悔すると思う。私は元夫と元姑が出て行ったので実家に戻った。父は家賃はいらないと相変わらず言っているのだが、さすがに申し訳ないので月8万円だけ渡している。下の手の元には父の知り合いの車屋が入った。働いている人は男性が多いので、私はいいセキュリティだと思っている。娘はハイハイ落ち出した。これから動き回るので育児が大変になりそうだ。元気にハイハイ娘を見て、これからはもっと仕事を頑張らなくてはと気合が入った。どうも、はずきです。まあプライドが高いだけでちょっと後先を考えてなかったおバカさんだったんですかね。まあプライドだけ高いのもあまりよろしくないのかなと思ってしまいましたが、皆さんはどう思われましたでしょうか。よろしければコメント欄で教えてください。また高評価チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。